ヤマネックススティーブです。これからシックスムーンデザインズの新しい ePouch を紹介したい。今年の ePouch は去年よりプラス2リーターの大きさあります。だから普通の一番大きいの iPad とかタブレットコンピューターは入られます。これは毎日使ってもいいし、もちろん C の中に仕事行くとか学校行くとか、あとはハイキングとか旅行を使える。ショーダーストラップはウェビングだけじゃなくて、これがパリがあるから、普通のバックパックのショーダーストラップみたいだから、重いもの入れても肩は疲れないですね。で、外側のポケットはフォーウェイストレッチマテリアルだから、800ミリの瓶ボトルまで入れられる。500ミリはちょうど入りますね。もっとちょっと大きい瓶も入ります。それを2つあります。例えばデイハイキングの時はジャケット、チーズとか電話、カメラ、水 1.5 リットルぐらい、それ全部入りますから、背中は、夏だと背中は汗にならないので、もうちょっとフリーで歩きですね。はこれからちょっと細かいことを紹介します。ePouchの外のクラスプは磁石ついてるから簡単でしょ、つけられる。外側のポケットはの中には RFID のロッキングできるんだから、もしカードとかパスポートあると外国行くと、ピッてセンサーであなたのインフォメーションを取ることができるんですよ。そのポケットの何か入れたら、それをスキャンとかできない。次は2つの大きいポケットある、なんかは小さいペンぐらい入るやつ。次はこの長いチャックをついているポケット。でカバンの中に見ると大きいメッシュポケットがある。チャックついていると、また同じフォーウェイストレッチのやつを、これも電池とか何も入れることができます。ではこっち側はちっちゃいジップもついてる。開けると中に電池があったら、外で電話とつなげたいだったらそのままで使えられます。最後後ろにはもう一つの簡単なアクセスできるポケットあります。シックスムーンデザインズの ePouch は3色あります。この青、オレンジ色と黒もあります。あとはもう一つのバージョンはライトスキンもあります。重さは 250g と大きさは7リッター。シックスムーンデザインズの ePouch。